阪神ドライチ、森下翔太、謎のスター性、長打力あるからな。低打率でもそれだけで全然違う。エラーやらかした後に打ったのもスター性ある。新人感がない。大山照よりインタビューうまい。小学生の頃の素直な鷹の花って感じやな。アホのポッポくて好き。クラッチヒッターやからな。感情出してプレーしてるから見てるこっちも熱くなれる。鳥谷と直美がおった時はポーカーフェイスがいいみたいな雰囲気なってたから。マジで美味しい場面だけ打つ。牧の後輩感を常に感じる。こないだの森下の笑顔と宇田川の涙目は大局的だったな。監督に怒られる選手は総じて人気がある。全然緊張しないよな。強心臓やわくじ外してくれてよかったわ。佐野は助け体質やから。こいつにかかってる感じする。一生懸命さが見えやすいよな。日本シリーズ偵察3つで先般から打点5、チームで1。もはや佐藤より人気あるんちゃう。日シリ打点も早うやっとる。ほんまに嫌なところで打つ。イメージと成績の数字が一致しない。入団直後背番号1とか生意気。エボエ2世現在森下頼むぞ。近本と森下は仕事できる感あるわ。喋りがうまい。来シーズンの阪神巨人の森下 VS 西舘の中央大先輩後輩対決が楽しみ。中央大で2人が揃ってた試合はどちらかというと森下が足を引っ張ってたというよりは、トートリーグでは他チームが森下を警戒して死球がとにかく多かった。本当に大きな骨折をしなくてよかった。シーズンもこいつがいなかったらどうなってたかわからんからな。しかも田中野の出塁率高すぎるから常にランナーを置いた状態で打席立ってる。3回ミスっても1本打てばすぐヒーローになれる簡単なポジション。そして阪神の投打の主役の村上は東洋大、森下は中央大で投と、さらに今週のセリーグのドライチは6チーム中5人が投との投手。多分神宮大会では青山が春の明治に続いて慶応を倒して日本一になる。良くも悪くも阪神向きの選手やな。スター性があるのは間違いない。足遅いけど弾道がアーティスト感あるし、スタイルもいいしかっこいいんだよな。背番号1で3番打者ってのもいいや。木山浩二感ある。顔が可愛いよ。宇田川のワンバンしそな低め152キロのストレートをゴルフスイングで片手で左中間に飛ばすなんて、もう一度しろって言っても無理なゲート。謎に目立っとるって何が謎なんだ。今季の阪神で一番多くヒーローインタビュー受けた選手、やっぱ謎だわ。セイバーで軽視される得点圏打率の価値を再確認させてくれる選手。いいところでしか打たない男。こいつ良くも悪くも日本シリーズの中心選手だよな。いい意味でも悪い意味でも目立ってる。岡田の孫。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。